思議のダンジョン風来の試練シリーズ最新作がいよいよ登場。不思議のダンジョン風来の試練4、神の瞳と悪魔のへそ。今度の舞台は南の島。試練とコッパの身代わりとして神官に捕らえられたカミナ。彼女の命を救うために試練たちは冒険に旅立つ。伝説の秘宝ジャガーの瞳とは一体何なのか。秘宝が眠る太古の遺跡で待ち受けるものとは。さまざまな表情を見せるダンジョンがより進化して登場。ダンジョンには昼と夜が存在する。夜になると昼とは異なるモンスターが出現。昼とは違う戦略が必要になる。さまざまな種類の技は夜のモンスターを倒すのに有効だ。技を使って危険な夜を切り抜けろ。床が動く、部屋の広さが変わるなど地形効果が発生するダンジョンも登場。うまく使えばより戦いを有利に進めることができる。今回の武器や盾は成長する。使えば使っただけ武器や盾が強くなり、さらに強力なものへと進化。ダンジョンを探索すればお腹が減る。そんな時はバナナを食べよう。体の周りにオーラが出ているモンスターに出会ったら要注意。色によって強さや能力が異なる。オーラの見極めが重要だ。まだまだ広がる風来の試練の世界。不思議のダンジョンに仕掛けられた数々の罠に挑め。無限に変化するダンジョン、南の島の大冒険。不思議のダンジョン風来の試練4、神の瞳と悪魔のへそ。2月25日発売。